まあ受け継いだけどそれを崩して自分なりの表現で展開していくっていう、やっぱり何か自分の中で何か違うなというか違和感というか、何かもっと夢中になれるものが欲しかった。だから僕なんかすごく異端児っていうふうに言われましたんで。たとえ異端と呼ばれても、古の技で自分だけの表現を。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。陶芸家市川徹、1973年東京都生まれ。備前焼に魅せられ陶芸の道を歩み始めた彼に立ちはだかった壁。自分が作りたい陶芸とは何なのか。やっていくうちに自分の作品がその窯で焼かれるのを見るたびにちょっと違和感を感じて、じゃあ自分は何を求めてるんだっていうことを突き詰めていくと、もうちょっと色彩豊かな表現、まあ、そういうものであるんじゃないかなっていう。伝統にとらわれず唯一無二の作品を、だからこそ縛られるわけにはいかなかったルール。もし備前焼と使うなら、備前焼のルールとかそういうものに、ルールの範囲内でやってくれっていうふうに、もちろんそういう中の技法みたいなのも使ってるんですけど、まあ、僕は市川徹であって、まあ、備前焼ではないなっていうふうには思ってますね。そしてたどり着いた釉薬によって生まれる色彩と造形の美しさ。幾度となく研究を繰り返し彼が生み出した作品。しかしそこには異端と呼ばれた自分自身の原点が刻まれている。ものすごい凝り性です。やっぱり作るのが何でも好きで、やっぱり僕が学んできたのは一応は工芸の世界からスタートしたんで、単なる鑑賞物ではなくて、まあ、実用的でありつつもアート的、やっぱその要素も、取り入れたいなと。対極にあるものを融合させる、それはルールに縛られない彼だからこそ生み出すことが許されたアート。その完成を目指し、市川徹は今日も物言わぬ土に語りかける。結局ね、終わりがないんですよね、作ることに。ここまでいったらやっぱり完成だっていう、そのどこまでいってもさらに何か上がある、さらなる目標が出てくるっていうので、永遠に終わりのない世界に入ってしまったなって苦しみながら楽しんでるっていう、なんか複雑な感じなんですけど。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家ハムスターの息子に生まれてよかったのブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。